プレミア移籍に追いかけるバトクボバクタね。ニューカッスルの有力な情報金単価 NUFC ビル1892によると、DOF のポール・ミッチェル昨日英国に帰国は、アンソニー・ゴードンとの新たな契約に合意するために明日、彼との交渉を再開する予定だという。ゴードンが更新しちゃえば獲得するの久保しかおらんよな。プレミアの開幕はリバポは17日か、仮に移籍が決まっても開幕戦起用はきついだろうな。英国に渡ってしばらくはホテル暮らしだろうし、落ち着くまで大変。ゴードンで75ムポンドだとしたら久保で55ムポンドは HG 含めてもかなり破格な気がしてきた。ゴードンが契約更新して解除金とか釣り上がったらリバポはさすがにもう手出せないだろうな。スポニチの記者が久保の移籍はここからと言っていたが、ガチで動き出すのかな。リバプールかはわからないけど久保が移籍関係でごたついてるって内藤さんが言ってるけどマジで行くんかこれ。久保の移籍が決まればおそらくサラーが移籍するだろうな。出場機会が減るし同時にやってほしいところではあるけど、久保の移籍情報は日本初だからこの移籍が決まればある意味快挙。スビメンディと同時移籍ある？